どうもこんにちは、こんばんは、ちゃんみさです。今朝、次女と共に起きて、でキッチンへ行って冷蔵庫を開けるんですけど、私の知らないもの入ってて、よく入ってるんですけど、なんやろこれと思って、毎回確認するんですね。そしたら今日はね、なんとツバメのヒナのディープフライが入ってて、もう本当にもう朝からちょっときつかったですね。どうすんねんこれと思って、そんな始まりでした。子供がね、こうアレルギー、乳製品だったりナッツだったりアレルギーがあるので、昔は卵アレルギーもあって今は克服したんですけど、ちょっとこう食べ物難しいなって、プラス好き嫌いですね。こう一緒に外食に行くのとかもね、もう結構めんどくさくなっちゃうんですよね。もう家で作った方がもう確実に食べるし、あれ大丈夫かなとか、オーダーしたのにやっぱり食べれないとか、味が好きじゃないとか、なんかそういうのもめんどくさいんで、もうとにかくめんどくさい私は、もう家で食べた方が早いってなってしまうんですよね。でね、夫がたまにいろいろ持って帰ってきて、外食気分な時もあるんですけど、今回はマジでびっくりですね。昔働いてた時にね、ボスが連れてってくれたレストランで、なんかピータンですか、卵のまんまの物の様子が少し残ってる感じの、それを食べさせてもらった経験はあったんですけど、いや今日のはきつかった。そんな余韻が残ってる中、今日も散歩しております。でですね、私には1歳3ヶ月ともうすぐ7歳になる子供たち、姉妹がいてるんですが、長女はアレルギーテストも小さい時にして、もう本当にたくさんのアレルギー反応がその検査では出て、何食べて過ごすねんじゃあこの子はっていうような感じだったんですけど、結局食べさせてみても反応出ないものたくさんあって、今では普通にいろんなもの食べてるんですが、さっきも言ってた通り乳製品ですね、乳製品とあとピーナッツは未だにずっと避け続けてるんですね。こうリアクションが大きいので。で、次女に関しては、テストをまだ受けてなくって、でちょいちょいいろんなものを食べさせてて、あれ乳製品はちょっと口の周りね、赤くなっちゃうかな、ほっぺたとかちょっとかゆそうな感じになるかなと思って今まで避けてたんですけど、なんか意外と食べれるみたい で、なんだったら生まれてからずっとこうほっぺたちょっとカサカサしてるなって思ってたのが、この間の突発の時に高熱でこうお風呂とかも全然入れてあげれなくって、で拭いたりとかね、それぐらいだったんですね。そしたらみるみるうちにほっぺのカサカサ治って、それお風呂入らなかったせいなのか、なんかちょっとよくわからないですけど、なんかね、入りすぎ洗いすぎも良くないっていうのもあるし、それが良かったのかどうかわかんないけど、ちょっと肌あれアトピーとか悩まれてる方、いろんな保湿剤とか使ったりとか食べ物とかすごい試されてると思うんですけど、3日4日風呂ちょっと入らずっていうのももしかしたらいいかもしれないですね。で、話脱線したんですけど、そう、次女の食物、食べ物のアレルギー乳製品なんか大丈夫そうです。意外と何でも食べれる、それはそれで、本当に良かったなって感じで。で、最近家で作って食べるっていうのがうちは主なので、体にいいものと思っていろいろ発酵食品作ってみたりだとか、本当は料理全然得意じゃないんですけど、興味のあること、興味のあるものだけ一生懸命作って、私的にも楽しんでるんですが、で、その中で、1回トライしてダメだったヨーグルトですね。最初乳製品が入ってるヨーグルトをね、小さい時に長女に会った時にもう全身痒くって、20分ぐらい痒み引かなくて、すごいかわいそうなことした経験があるんですが、アメリカのねスーパーには結構乳製品でできてる以外のものたくさんあるんですよ。ソイミルクだったりとか、オートミルクとかオーツミルクとか、本当もあざゆるものがあって、でもいろいろ食べてこう味いまいちで食べてもらえないやつとか結構あるんですけど、これは美味しいなと思うその乳製品フリーのやつを、長女にこれは痒くならないから大丈夫って言って食べさせたら、
あ、美味しいって言ってくれたから、じゃあやっぱりソイミルクでできてるちょっと甘めのやつだったら大丈夫なんだなと思って、いつも飲んでるソイミルクで、まあ、発酵させてヨーグルト作ったんですね。で、まあ、すごい美味しいって言って食べてくれたんですが、まあ、その試してる中に一つこうカシューナッツでできたミルクっていうのがあって、それにストロベリー味がプラスされてて、まあ、乳製品フリーでビーガンだし、少女いつも通り一口食べたんですよ。そしたらもう、まあ、ピーナッツ食べた時よりはちょっと軽めだけど、まあアレルギーの反応が出て、今までピーナッツだけがダメだと思ってたんで、他のナッツ食べても平気。いや、実際にアーモンドとかクルミとかいろんなナッツ食べてきてるはずなんですけど、まあ、そんながっつりむしゃむしゃ食べたわけではないけど、超盲点でしたね。かわいそうなことしてしまったなっていう、まあ、そんなことがありました。今はヨーグルト上手に作れるようになったんで、切らすことなく食べてもらえるんで、まあもうその心配はないかなと思うんですけど、まあ本人にもとにかくシードは大丈夫だけどナッツは食べたらあかんで、何でできてるかわからんやつはとにかくもう食べんときやって、少女とアレルギーとの付き合いかれこれもうすぐ7年になるんですけどね。いやー、まだ知らないことがありました。何でも食べれるようになったらいいなとかね、思ってたんですが、別にまあ食べれるようにならんでもいいか、他で栄養取れるし、でも痒くなって苦しくなってとか、そういう思いするのはかわいそうだから、やっぱり治ってあげてほしいなと、治してあげれたらなとは思います。アレルギーのあるお子さんをお持ちの方、私みたいに、まあ、そんな方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんで、まあ頑張って、いや頑張らずに、ゆるく付き合っていきましょう。では今日もご視聴ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。バイバーイ。